よし、今回は世にも奇妙な怖い漫画っていうゲームで遊んでいきましょう。なんかあれだよね、夏ってさ、ホラーゲームやりたくならない？ホラーゲームとか、まあホラー映画、ホラーアニメでもいいんだけどさ、なんかちょっとやりたくなる。なんでなんだろうね。まあとりあえず早速問題やっていこうか。まあ男の子が泣いているのはなぜでしょうかと。これなんか見たことあるかも。まあ男の子がいて、プレゼント箱があって、まあ靴があります、サッカーボールがあります、自転車があります、男の子は車椅子でしたみたいなね。まあこれ結構有名な話だよね。まあ一応男の子が車椅子なのかおかしいと。男の子は車椅子に乗っている、つまり男の子は足が不自由だ。それなのにプレゼントは靴、サッカーボール、自転車と足を使って楽しむものばかりだと。まあそうだね、めちゃくちゃ悪意あるよね。足が使えないのにね、使えないものばっかりプレゼントされたら、俺だったらどうしようかな。プレゼントしてきたやつの目の前でメルカリで売ってやるかな。悪意には悪意を持って返したいかもしんない。そしたら次の問題、違和感があるのはどこでしょうかと。牛蜜時に鏡を見ると自分の死に顔が映るらしいと。自分の死に顔が映るなんてさすがに嘘よね。ほらね、やっぱり。ほらね、やっぱり。本当に？ほらね、やっぱりならないけどな。ああ、バカバカしいと。寝ようと。寝ようってなる？ならないけどな。普通に鏡見たら自分映ってるのにちょっと怖くない？てか気づきそうじゃない？なんか気づかないこの子の方がちょっとおかしくない？まあ、とりあえず鏡を見たのに、まあ、自分が映ってないのがおかしいと。手鏡に映るはずの女性の顔が映っていない。女性の死に顔はそれほど悲惨なものなのか？まあ、それとも、点々と。これあれかな？この子が死んでるから、まあ、映ってないとか、そういうことなのかな。まあ、そしたら次の問題が、奥さんは浮気していました。それがわかるのはどこでしょうかと。浮気は嫌だな。3ヶ月間の出張お疲れ様だと。ありがとう、ただいま。今日は随分と豪勢だね。3ヶ月ぶりに帰ってきたんだもん。今日ぐらいはねと。そういうこといつも言ってそうだな。今日はいい。もちろん、ずっと待ってたんだからと。嫌だな、これ、イチャイチャ見せられんの？まあ、そしたら夫婦が下がるばっか。で、壁ドンされると。まあ、とりあえずおかしいのはここだね。毎日うるせえぞって言ってるけど、毎日っていうか3ヶ月いなかったんだけどな。てかこれ逆にすごくないか。毎日下がってたのかな奥さん。体力あり余ってんだな。旦那さんは3ヶ月ぶりに自宅に戻ったので夜の営みは3ヶ月ぶりのはずだ。しかし隣の部屋の住人は毎日うるせえぞと言っている。つまり奥さんは浮気相手を連れ込んで毎日あんなことやこんなことをしていたと。良くない奥さんだね。やっぱでもすごいな。毎日あんなことやこんなことするほど体力ある。男がもう枯れそうだな。まあ、そしたら次の問題が、女子生徒の身に危険が迫っています。それがわかるのはどこでしょうかと。キャンプファイヤー楽しみだな。明日帰るとか嫌だと。もっとみんなで泊まりたいよねっていう感じで3人で行ってんのか。あ、やば、しおり忘れてきちゃった。急いで取ってくるね、先行っててと。そしたらしおり忘れるなんて最悪と。あ、もう始まってる、急がなきゃって。これはおかしいな、確かに。まあ、これあれだね、なんかキャンプファイヤーなのに、まあ、なんか縁みたいになってんのがおかしいってことだよね。普通はなんか人がなんかここにちっちゃいね、火があーってあって、まあ、この周りに人が囲んでなんかリア充たちがダンスしてんのがキャンプファイヤーってイメージがあるけど、そもそも人いねえしな。これ山火事ファイヤーしてねえか。キャンプファイヤーは焚き火を囲んで行うので炎は中央にあり、それを人が囲む形になる。しかしこのキャンプファイヤーの炎は円形になっている。つまり燃えているのはと。まあ、つまり燃えているのは人だってことか。それはそれで怖いな。お的になんか心霊的な現象かなと思ったけど、これ何、宗教的な感じなの？人が手と手を取り合って円を囲んで炎で燃えてるってこと？それはそれで怖いな。そしたら次の問題が、なぜ女性は突然言葉を失ってしまったのでしょうかと。まあ、付き合って2ヶ月、今日は初めてのおうちデート。おうちデートってなんか緊張するなと。一番暑い時だね。アルバム発見だと。もう勝手に見るんだね。元カノの写真とか出てきたらどうしよう、カッコ笑って言ってるけど絶対笑ってないよね。実際元カノの写真出てきたら多分カッコ笑する余裕ないよね。で覗いてみたら、これはあれかな、昔の高校時代の自分とかなのかな。なんか盗撮されてたって感じか。これどうなんだろうね。これ元カノの写真と、まあ、高校時代の自分の写真出てきたらどっちがなんか嫌なんだろう。アンケート取ってほしいわ。まあ、これがおかしいと。まあ、ストーカーみたいな感じかな。アルバムには女性の高校時代の写真が閉じられていた。しかもその写真は全く知らない間に捉えたものだった。つまり彼氏は女性の元ストーカーなのだと。まあでも別にそんな俺は嫌じゃないかな。え、なんかさ、いや良くないんだけど、まあ、ストーカー良くないんだけどね。ほらさっきもあったけど、なんか浮気とかあんじゃん。ストーカーだったら高校時代からまあ一途なわけじゃん。浮気とかしなさそうじゃん。そういう意味ではね、ちょっとちょっとなんかマシなのかなってちょっと思わない？最近なんか浮気ばっかさ、アプリのゲームであるからさ、なんか一途な分だけマシなんじゃねえかなってちょっと思考がおかしくなっちゃってるかも。まあ、そしたら次の問題が、違和感があるのはどこでしょうかと。やばいやばい、決壊しそうと。今時女の子がしょんべん漏らしそうな時に決壊しそうって言うかな。まあ、急げ急げと。間に合ったと。よかったね。ちょっと覗かないでよってなるかな。女の子の反応おかしくない？何？怖っとかじゃなくて、
ちょっと覗かないでよってなるかな。まあ、とりあえずおかしいのは、こんな風に人間は覗けないってことがおかしいんだけど、そもそもこの女の子の反応もおかしいけどね。見られてちょっと覗かないではおかしいよ。怖とかなるでしょ。体を地面に埋め込みでもしない限り、このようにドアと床の隙間から中を覗き込むことは不可能だ。つまり覗き込んでいるのは彼女の友達ではない何かだと。まあそうだね、彼女の友達ではない何かだって言ってるけど、まあ彼女の友達が覗いててもおかしいけどな。そもそも人のトイレを覗く行為自体がおかしいから、もうなんかそもそもの問題だな。そしたら次の問題が、男の子はとんでもないものを見てしまったようです。それは何でしょうか。ママ聞いて、さっき公園に面白いおじさんがいたのと、おじさんがセクハラしてきたのかな。お母さんが今忙しいから後で聞くね。え、聞いてよ、そのおじさん面白いんだよと。おクソガキ、公園の木でてるてるわわあ、これ真似してたのと、これ死んでるな。キッズとんでもないもの見たんだな、確かに。てるてる坊主の真似してたおじさんがいたら、確かにとんでもないな。男の子が見たのは、公園の木でてるてる坊主の真似をしていたおじさんだったと。まあ、実際なんか首吊ってなくてもてるてる坊主の真似してたおじさんいたら、それはそれでやばいけどね。それはてるてる坊主の真似をしていたのではなく、首を吊っていたのかもしれないと。いや、首を吊っていたのかもしれないって言ってるけど、100% 首吊ってない？それ以外の可能性って何？男がセルフ首吊りしてたってこと？そっちの方が怖いか？確かに。てか、どう転んでも怖いな。この後男性は遺体で発見されました。その理由がわかるのはどこでしょうかと。まあ、男が携帯をいじってたら、誰だこれ？迷惑メールかなと。今夜、あなたを殺しに行くね。9時頃行くから待っててね。ハートだと。なんだこのハートは。いや、そもそも殺害予告も嫌だけど、ハートなんだこれ。まあ、とりあえずなんだこれと、まあ、確かになんだこれだよな。なんだこのハートはだよな。まあ、そしたら9時頃だから、まあ、こんな時間に誰だろうと、はーいって来たわっか。まあ、これは殺された原因は、まあ、このメールの相手が、まあ、殺しに来たってことだね。男性の元に届いたメールは、迷惑メールではなかったと。メールを右から縦読みすると、今夜あなたを殺しに行くね。9時頃行くから待っててね。ハートだと。男性の部屋のインターホンが鳴った時、時計は9時4分を示していた。だから殺されたってことだね。確かに怖いな。な、こんなあなたを殺しに、なんでひらがななんだこれ。そしたら問題が、彼女が見ていたものの正体は何でしょうかと。私の家には小さな穴がある。その穴はいつ覗いても真っ赤だと。あ、これ結構有名な話じゃない？大家さん、私の隣の部屋に住んでる人ってどんな人なんですかと。あなたの隣の家に住んでるのはとても人当たりのいいサラリーマンの男性よと。病気で目が真っ赤だから最初は驚くかもしれないけど、本当にいい人よと。本当かな？おばちゃん見る目ないんじゃない？なんでこの穴が真っ赤なのかっていうと、まあ、病気で目が真っ赤だから、まあ、これ結構有名だよね。彼女の家にある穴は常に真っ赤だった。つまり隣の部屋の住人はいつも彼女の部屋を覗いていたと。彼女は隣の部屋の住人と目が合っていたのだと。怖いね。まあ結構有名な話だよね、この話は。この話短いけどインパクトあって怖いよね。まあ、毎回思うけど、なんか住人もすごいけどね、隣の部屋の。だって常に真っ赤だったって、もう常にずっと女の子のね、部屋を見てるってことでしょ。トイレとか食事とかどうしてんだろうね。垂れ流してのかな。まあ、そしたら次の問題が、部屋探しをしている男性の身に危険が迫っています。それがわかるのはどこでしょうかと。いいお部屋ですねって来て、ありがとうございますと。すごいごますってるわっか。ここ事故物件って噂があるんですけど、本当ですかと。嘘をついても仕方がないですからね。確かに人が亡くなったことはありますと。やっぱりそうなんですか。でもこの部屋で自殺した人はいませんよと。まあ、確かに嘘はついてないけどさ、これ他殺だな。この部屋で亡くなった人はいるが、自殺ではない。つまり何者かによって殺されているのだ。犯人は怪しまれることもなく、この部屋に出入りできる人間である可能性が高い。ということは、このクソメガネが殺人犯の可能性があるってことか。これ自殺と他殺だったら、なんか自殺の方がまだマシじゃない？他殺ってちょっと嫌だよね、事故物件の中でも。自殺だったらまあなんかさ、いやでもまあ事故物件自体嫌だか、そもそもの問題か。そしたら次の問題が、孫は間違った楽しみ方をしてしまったようです。それがわかるのはどこでしょうかと。まあおじいちゃんとクソガキがいるのか。まあおじいちゃんと子供がいて、用銃を貸してやるから山で撃ってきていいぞと。え、ガキに銃渡すん？このじいちゃんなかなか行かれてるぞ。この妖怪も連れて行くといい。行ってきますと。くれぐれも気をつけてなと。いや、くれぐれも気をつけてなっていうか、じいちゃんそもそもだけどな。まあどうだ、楽しかったかと。うん、楽しかった。他に犬はいないの？まあ犬やったな。クソガキが犬やったな、これ。犬殺すのは良くないな。まあ、人殺すのもそもそも良くないんだけどね。孫は他に犬はいないのと言っている。そして一緒に出かけた妖犬の姿もない。まあ、つまりワンちゃんを、まあ、孫は殺したってことだよね。まあ、ワンちゃん、子供が、まあ、犬を殺さないで、あのやべえじいちゃんから逃げるのは今だって言って、まあ、犬を逃がした可能性がワンちゃんあるわけだけど、まあ、ワンちゃんだけにね。
いや、よくないな。これ、子供もジジイも俺もよくねえな。そしたら次の問題が、彼女が愛を伝えるために入れたものは何でしょうかと。そしたら、昨日徹夜だった。見せて見せて頑張ったって感じで、バレンタインか。2月14日で。喜んでもらえるのかな？渡せる自信がないんだけどと。私の愛、ちゃんと伝わるといいなと。ハートマーク。目にハートマークは危険だな。そうだねって言って、もう手になんか絆創膏とこれ血にじんでんな。これ、私の愛、かっこ血だな。彼女の手首には血のにじんだ絆創膏が貼られている。私の愛とは彼女の血。つまり彼女そのもののことのようだと。いいね、ヤンデレだね。こういう問題俺好きだな。なんか心霊系とかじゃなくて、まあ、実は人間が怖いパターンだけど、まあ、誰も傷ついてない。なんかモテてるクソ野郎だけ被害に遭ってるだけだから。こういうなんか平和な問題好きだな、俺。まあ、そしたら次の問題が、明らかにおかしなことが起こっています。それはどこでしょうかと。まあ、図書館に行って、うんと、この辺にあるはずなんだけどな。あったと。で、女の子と目が合うのか。いや、壁だな。壁が女の子の顔になっちゃったな。いいな。俺もなんか今壁に向かって話しかけてるけど、女の子の顔にならねえかな。そしたらおかしなところは、男性は壁に面した本棚から本を取った。つまり本棚の向こう側は壁なので、誰かと目が合うのはありえない。本棚の向こう側に見えた顔の正体とは、それはまあ美少女じゃない。普通にめちゃくちゃ可愛い美少女じゃないかな。幽霊なのかは置いといて、まあ可愛かったら幽霊でもね、現れて欲しい人いるんじゃねえかな。そしたら次の問題が、なぜ子供は泣き止んだのでしょうかと。明日は遠足なのに雨なんて嫌だ。いやいやいやと。おー、なんかちいかわ構文。じゃあお母さんがてるてる坊主作ってあげるね。ほら、てるてる坊主よ。そんなんじゃ晴れない。もっと大きいのがいいと。これでどう？もっと。もっと。いや、こんなクソガキいないでしょ。どんな泣き方してんだこいつ。目から滝のように涙流してるぞ。もっと大きいのじゃないと晴れないよと。てるてる坊主のおかげでちゃんと晴れたわね。お母さんやったな。お母さんとうとうやったな。まあ、やってもいいのかな。まあ、これ子供が悪いな。不自然に大きいてるてる坊主が吊り下げられている。そう、これは号泣していた子供である。母親は自らの手で子供を殺害し、遺体をてるてる坊主のように吊り下げたのだと。まあ、あんな結構なんかイカれてるクソガキは、まあ、お母さんやりたくなるのはちょっと気持ちはわかるけど、それでもなんかお母さん吊るした後笑顔だったのちょっと怖いな。そしたら次の問題が、この後女子生徒は遺体で発見されました。死因が特定できるのはどこでしょうかと。ここで朝ごはんを食べるのが俺のモーニングルーチンだと。おー、すごいカッコつけた言い方してんな。先客か、珍しいなと。めちゃくちゃなんか可愛い女の子が振り向いて、俺に惚れたばっか。で、俺は初めて人が恋に落ちる音を聞いたと。これ恋はあれだね。恋的に落ちたって感じか。これ二重の意味なんかアンジャッシュみたいな感じだね。もうすれ違いだ。男子生徒が聞いた音は恋に落ちる音ではなく恋に落ちる音だった。今のなんかイントネーションでわかるかな。つまり女子生徒は男性に微笑んだ直後に、まあ、死を選んだわけ。まあ確かになんかあんなちょっとね卑猥な目で見られたら俺でも恋で落ちたくなるかもな。なんか男側もショックだよね。なんか俺が見つめたからあの子落ちたのかなみたいな。え、俺そんなキモかったみたいな。なんかそういう意味でもショック受けそうだね。そしたら次の問題が、この後男性は遺体で発見され、また遺体で発見されたの。男性死ぬな、よく。それはなぜでしょうかと。彼女と別れてもう1年経つのか。すごい引きずるな。うー寒い、ファンヒーターつけよう。あ、灯油が変色してピンクになっている。まあ大丈夫だろう。うー寒い寒い、身も心も凍えそうだと。意外とこいつ別れてんの大丈夫そうだな。案外引きずってねえな。まあここだよね。灯油が変色して、まあ、ピンクになってるってのがおかしいってことだね。灯油はもともと無色で、劣化すると黄色く変色することはあるが、ピンク色になることはない。ピンク色に着色される石油はガソリンだけだ。つまりポリタンクにはガソリンが入っていた。このガソリンが原因で火災が発生し、男性は焼死体となって発見された。ポリタンクにガソリンを入れた犯人はと。あ、これなんか事件だったんだ。事故じゃなくて。まあ犯人は自分じゃない？自分で間違えただけじゃない？なんでもなんか疑うのは良くないと思うな。だって彼女と別れて1年経ったわけでしょ。彼女もなんかもしやってたとしても絶対忘れてるでしょ。1年経ってるわけだからね。そしたら次の問題が、違和感があるのはどこでしょうかと。こんな時にお腹が痛くなるなんて最悪だと。電車間に合うかな？あれ、スマホがない。もしかしてさっきのトイレに忘れてきたと。トイレにはなかった、届いてるといいな。すいません、スマートフォンのお差し物って届いてますかと。そしたら、あ、これですかと。ちょうど今さっきサラリーマンの男性が届けてくれましたよと。女子トイレ入ったのかな。まあ、それですよかったーって感じで、ありがとうございますってするわっか。いや、これストーカーじゃねえか。これストーカーか変態かの二択だけど、もうどっちも犯罪だけどね、これ。女性がスマホを置き忘れたのは女子トイレのはずだ。それなのに駅員にスマホを届けたのはサラリーマンの男性。男性が女子トイレに出入りするのはおかしいだと。わかんないよ。今最近は、ジェンダーレスだったっけ。まあ、なんかそういう問題があるわけだから、あんまり触れない方がいいんじゃないかな。いや、男性なのに女子トイレ入っちゃダメなのおかしいじゃないか、みたいな。すぐ来るからね。決めつけるのはちょっと早いかもしれないよ。まあ、そしたら次の問題が、この後男性は大量出血しました。それはなぜでしょうかと。歯は麻酔が切れるまで何も食べられないのか。
腹減ったなと、うわうまそう、少しくらいなら食べても大丈夫だろう、まだ麻酔は残ってるけど、まあ、それでも焼肉はうまいわと、なんだこの肉全然噛み切れないな、これ下食ってんな、これはちょっと怖いな。麻酔ってまだ感覚ないから、そうだね、わかんないのか。男性が噛み切れない肉だと思っていたのは自分の舌だった。麻酔が残っていたためそれに気づくことはできなかったのだ。男性はそのまま自分の舌を噛み切ってしまい大量出血したと。おすごい、怖いけどダイナミックな自殺方法だな、なかなかできることじゃねえな。まあ、そしたら次の問題が、違和感があるのはどこでしょうかと。お、なんかブラック企業っぽいな。人生とは働くことであると。はい、注目。嫌な金髪先生だな。女子トイレにタバコの吸い殻が落ちてたぞと。お、なんかお前女子トイレ大丈夫か、誰だ仕事中にトイレでタバコを吸うバカはと。お前かと。いや、お前もおかしいな。女子トイレ入ってませんか、堂々と。お前なんかパワハラでセクハラでなんか最悪じゃないか。まあ、そしたらおかしいのが、社長が吸い殻を見つけたのは女子トイレ、男性の社長が女子トイレに出入りするのはおかしいと。女子トイレには隠しカメラなど仕込まれている可能性もまああるだろうね。あんななんかいかにもセクハラパワハラしてそうなね、今偏見かこれは。あ、それはちょっと偏見かな。まあ、確かにパワハラセクハラしてようが、まあ、監視カメラとかつけるっていうのは決めつけるのはちょっと早いか、それはちょっと良くなかったかもね。まあ、100% つけてるだろうけどね。そしたら次の問題が、この養親以外の血を引いている子供がいます、それは誰でしょうか。うちの兄弟は血液型が見事にバラバラだ、親父とお袋は揃って A 型、俺は AB 型、弟は O 型で妹は A 型だと。ここまでバラバラなのって逆にすごくない、もうすごいね、お母さんがすごいね。両親が A 型の場合、子供の血液型は A 型か O 型しかならない。つまり両親以外の血を引いているのは AB 型である長男である。この家族には何か複雑な事情がありそうだと。それも長男なんだ。一番目から不倫してたってことなのかな。そういう意味でもちょっと怖いな。まあ、そしたら次の問題が、彼女はいじめられているわけではありませんでした。それがわかるのはどこでしょうか。ある日突然、私はいじめられるようになった。みんな私のことを無視するし、持ち物も全部捨てられたみたい。ひどいね。ホームルーム始めるぞって言ったら、先生がなんかドン引きしちゃったけど。まあ、これ女の子が死んだってことかな。そしたら解説が、語り手の女性とは不慮の事故で突然命を落としてしまった。彼女の机に花瓶が置いてあったり、彼女の持ち物がなくなったりしたのはそのせいだ。本人は自分が死んでしまったことに気づいていたため、今も教室に顔を出しているのだろうと。いやー、なんかこれはやるせないね。誰が悪いわけでもないけど、まあ、悲しい事件だったねみたいな、ちょっとなんか富岳になっちゃったな。そしたら次の問題が、この後男の子は遺体で発見されました。その理由がわかるのはどこでしょうかと。まあ、男の子がかくれんぼしてて、まあ、見つけたのが冷蔵庫でしたと。ここなら誰にも見つからない。まあ、確かに見つからないだろうね。永遠に。これ実際なんかありそうだよね。知識とかなかったら冷蔵庫に入ったらバレねえだろうみたいな感じで、入っちゃう子とかいそうだもんね。男の子が隠れてたのは冷蔵庫でした。子供の力では扉の内側から冷蔵庫を開けるのは困難だ。冷蔵庫に閉じ込められてしまった男の子はそのまま、まあ、亡くなってしまったと。これ実際にありそうだよね。冷蔵庫にね入るのは、まあ、核が落とされた時ぐらいじゃない、もうそんな時ぐらいじゃないと入んないよね多分。そしたら次の問題が、彼女が飼っていたのは犬ではなかったようです、それがわかるのはどこでしょうかと。そしたらポチが死んだ、なんて実感が湧かないな、ほんとやんちゃで世話の焼ける子だったな、でもすごく楽しかった、よしまた次の子を飼おうと。これは人間を飼ってたってことかな、ポチ殺したのかな、わかんないけど、まあこれが人間の歯型がおかしいってことかな。そしたら彼女の腕には人間のものと見られる歯型が残っている。彼女がポチと呼んでいたのは犬ではなく人間だったようだ。また次の子を飼おうと意気込む彼女の正体とは、まあイカレ女でしょうね。それ以外の何者でもないんじゃないかな。まあ、そしたら次の問題が、違和感があるのはどこでしょうかと。まあ、すっかり遅くなっちゃったな。こんな時間にどうしたんだろう。どうしたの、なんかあったと。目が砂に。まあ夜遅くに女の子が一人で、まあうつむいてるのが怖いってことだけど、まあでも最近はよくいるんじゃないかな。ちょっとなんか一人になりたいタイミングとかでもあるわけだしね。そしたら解説が、女の子は目が砂にと言っている。砂が目に入ったのであれば、砂が目にというはずだ。女の子は眼球を砂場に落としてしまう。いや、それわかんない。いや、それわかんなかった。まあ、確かにそうなのかな。目が砂に。ああ、砂が目に。ああ、うん、そうなのかな。いや、わかんねえな、これ。まあ、まんまと引っかかっちまったな。ちょっと悔しいな。まあ、そしたら次の問題が、幽霊はどこにいるのでしょうかと。私の家には幽霊がいる。それもカップルの霊だ。彼らはまるで、ここが自分の家かのように毎日過ごしていると。彼らには悪いけど、早く成仏してくれるといいな。まあ、
お前が幽霊ってことなのかな。こんなイチャイチャしてる幽霊いたらちょっと見てみたいけどな。一周回って怖くないかも。こんな幽霊だったら全然怖くねえてか腹立つかもな。そしたら霊はカップルではなく、ここは自分の家だと思っている女性の方だ。不慮の事故で突然命を落としてしまい、自分が死んだことに気づいていないのだろうと。まあ悲しい話だね。でもなんか気づきそうなもんだけどな。こんなイチャイチャしてるカップルが幽霊なはずねえだろってちょっと思いそうだけど。まあでもわかんないもんなのかな実際。幽霊になったことねえからわかんねえな。そしたら次の問題が、隣の部屋に引っ越してきたのは男性の知り合いかもしれません。それがわかるのはどこでしょうかと。しばらく空いていた隣の部屋に次の住人が決まったみたいだと。うるさくて眠れねえよと。ん、こんな時間に誰だと。うるさくしてすみません。今日はもうやめますのでと。あ、いや、意外とちゃんとした人間みたい。いや、なんで電話番号知ってんだって話だよね、これ。隣の部屋に引っ越してきた人と男性はまだ顔を合わせたことがないのに電話がかかってきた。つまり、男性の携帯電話の番号を知っていたということになる。引っ越してきた人はなぜ男性の電話番号を知っていたのかと。まあ、知り合いなんじゃない。だってさっき問題文に知り合いの可能性があるって言ってたし、まあ、知り合いなんじゃない。そしたら次の問題は、違和感があるのはどこでしょうかと。うわ、ぶねえと。マジ死ぬところだった。大丈夫かと。釣り鉢の整備ぐらい。これなんかやったことなかったっけな。まあ、気のせいかな。まあ、これは男が釣り鉢がなんで外れたのかを見てないのに、現場を見てないのになんで知ってんのかってことだよね。これなんかやったことありそうな気すんな。そしたら釣り鉢で落ちかけた男性は、マジ死ぬところだったとしか言っておらず、なぜ死にそうだったのかは言っていない。それなのに友人は、釣り橋の整備ぐらいはちゃんとしてほしいよなと言った。つまり釣り橋が壊れるよう細工したのは友人だと。まあそうだよね、現場を見てないのになんで知ってんだって話だよね。そもそも友人はなんでそんな殺したいんだろうな、主人公のこと。主人公なんかやったんじゃないか。それもちょっと気になるな。まあそしたら次の問題が、違和感があるのはどこでしょうかと。まあ女の子がなんか視線感じるんだよなと。ちょっと怖いけどと。もう鏡がおかしいねこれ。まあそもそもなんか鏡がね、自分と同じ方向を向いてることが、まあ、おかしいってことだよね。まあそしたら自分と同じ方向を向いて鏡に映るのはおかしい。この状況であれば自分の後ろ姿が映るのが普通だ。おかしな映り方をしているのは霊の仕業だ。何でも幽霊の仕業にするのは良くないと思うな。よくあるけどね。俺もたまにするもん。なんか今日運悪いな。これ幽霊の仕業かなって。もう幽霊からしたらたまったもんじゃないよね。え、俺何もやってないけどみたいな。何でも霊の仕業にするのは良くないと思うけどね。まあ多分幽霊の仕業だろうけど。まあそしたら次の問題が、彼女が男性である可能性を示しているのはどこでしょうか。今日は初めてのおうちデートだと。お、そわそわするね。本当おしゃれな部屋だよねって来るばっか。俺もちょっとトイレ行ってくるねって言ったら、便座が空いてるばっか。これは男性、わかんないぞ。女の子が仁王立ちでしょんべんする可能性だって。ないわけではないだろう。 0% ではないかもしれないじゃん。男らしい女の人かもしんないよ。まあ、そうだよね。彼女はトイレから戻ってきたが、なぜか便座が上がっている。まあ、近代史でも見たな。用を足す時に便座を上げるのは男性だけの、わかんないよ。男だけじゃないかもしれないじゃん。ということは彼女にはあれがついている可能性があると。え、でもなんかあんだけ可愛かったら、まあ、ついてようが別にいいんじゃないかな。実際可愛いわけだし。なんかお得みたいに感じてもいいんじゃない。そしたら次の問題が、風呂場には彼女以外の人間がいる可能性がありますと。それがわかるのはどこでしょうかと。で、シャワーをやってると、何もないぞ。キュッと。え、何がおかしいんだこれ。これは、まあ、シャワーを止めたって感じだよね。ここだけ止めて、まあ、シャワーがなんか、勝手に止められたってことか。なんかすげえ地味な嫌がらせするな。え、そんなしょうもないこといたずらする。まあ、そしたら出しっぱなしにしていたはずのお湯が勝手に止まっていた。それも故障ではなく、蛇口をひねって止められていたのだ。ということは、浴室には彼女以外の誰かがいる。もしくは、まあ、幽霊の可能性があるってことなんだけど、これ幽霊でも別の人でもなんかしょうもなくない？なんでびっくりさせるわけでもなくて、よし、蛇口止めちまおうみたいな、そんなしょうもないいたずらする。まあ、そしたら次の問題が、彼女の姪を殺した犯人がわかるのはどこでしょうか。あ、姪っ子からメールだ。誤送信かな。件名なしと。あ、これはよくあるやつだね。メール来たけど間違いかなと。とさ死んじゃった。早いな。展開が早いな。まあ、これなんかキーボードの、なんか、わかんない。うん。なんか謎解きみたいなやつなんだよね、これは。彼女の名は、カナ入浴の方式でキーボードを叩いていたが、キーボードはローマ字入浴になっていた。6G3XYEB をカナ入浴に変換すると、まあ、お母さんに殺されるとなる。つまり彼女の名の命を奪ったのは、母親であると。まあ、これ結構なんか使われるけどさ、実際これわかんないよね。意味がわかると怖い話って言うけど、本当に意味がわかんない。と怖い話だからね。なんかたまに専門的な知識がないとわかんない話とかあんじゃん。怖い話で。あれずるいと思うんだよね。絶対わかんないもん。
わかんなかったら怖いわけないもんね。な、一周回ってシュールだよ。ああ、こういうんだ。へえってなって。恐怖より先になんか関心が来ちゃうもん。飼い主の身に危険が迫っています。それがわかるのはどこでしょうかと。見てみて、インコのピーちゃん。先月から飼い始めたの。一人暮らしってやっぱ寂しくてさ、と。まあ、そうだね。可愛いと。教えたらすぐに話せるようになったの。おはようおはようと。すごいね、インコって頭いいんだね。しかもね、教えてもないのにお帰りって言ってくれるようになったのと。お帰りお帰りと。おー、これは誰かいるな。別の人物がお帰りお帰りって教えたのか、インコに。暇人だな。まあ、そしたら、教えていない言葉をインコが話すのはおかしい。つまり彼女が外出している間に、部屋に侵入し、何者かがお帰りという言葉を教えた可能性が高いと。しょうもないな。こんな言葉を教えるのはストア。ストーカーに違いないよ。何ストーカーってそんなしょうもないことすんの？普通なんかさ、下着とか取るとかさ、なんか物がなくなってるとか、そういうことすんじゃないの？なんでインコにお帰りって教えてんだこいつ。本当にストーカーなのか？ただの変人じゃねえか。まあ、そしたら次の問題が、この後男性は遺体で発見されましたと。お、3回目の男性が死ぬのか。多いな。その理由がわかるのはどこでしょうかと。万引きがバレるなんて最悪だ。ふう、ここなら見つからなさそうだと。騒ぎが収まるまで少し寝ようと。まあ、これは男の人が崖の下に行ったところが、ね、ここに富士壺とかがあるから、ここは水とかで、なんか埋まっちゃうっていうか、沈んじゃうってことなのかな。これなんか別の問題アプリでやったことあんな。とりあえず男性が身を潜めたのは、干潮の時だけ現れる洞窟だった。壁に海藻や富士壺が付着しているのがその証拠だ。男性が眠ってる間に潮が満ちて、まあ男性が死んでしまうってことか。これは別の問題アプリでちょっとやったことあんな。まあイラストがちょっと違ったかな、その時は。まあとりあえず次の問題が、包丁を持った女は霊ではありませんでした。それがわかるのはどこでしょうかと。実は俺霊感があるんだよね。私そういうの信じないよ。あそこで小さい女の子がこっちを見てるよと。な、嘘っぽいな。だからそういうの信じないって。じゃああそこには何かいる？あそこはそうだな。包丁を持った女の霊がいるね。うわ、超こっち見てると。え、私にも見えるよってことで、でもガチめの人間だね。人間のやばい方の女の人だね、これ。包丁を持った女の霊は霊感ない彼女にも見えていた。つまり包丁を持った女は霊ではなく本物の人間だった。二人の命が危ないと。まあそうだね。なんか幽霊より、本当は怖いのは生きてる人間だったみたいな感じだよね。まあ包丁を持った女よりは幽霊の方がマシなんかな。いや、どっちも嫌だな。そしたら次の問題が、登場人物の中に犯人がいますと。その証拠となる部分はどこでしょうかと。まあ、隣のクラスの担任殺されたらしいよと。え、嘘でしょ、山田先生が。ほんとほんと。しかも包丁でめった刺しだったらしいよ。マジなんでそんなに知ってるの？廊下で先生が話してるのを盗み聞きしちゃったと。まあ、これはあれかな、先生がなんでその包丁でめった刺しだったのを知ってるってことなのかな。そしたら一人だけ事件の詳細を知っているのはおかしいと。本人は廊下で先生が話してるのを盗み聞きしたと言っているが、こんな重大事件のことを廊下で話す先生はまずいない。つまり彼女は今回の事件の犯人である可能性は極めて高いと。女子高生が犯人なんだね。ちょっと怖いね。あとあれだな、1時間半ぐらいぶつ出て撮ってから喉がちょっとおかしくなってきたな。大丈夫かな、後半すげえなんかガラガラになってんじゃねえかな。まあ、そしたら次の問題が、転校する生徒が泣いた理由は何でしょうかと。あれ、これ見たことあるかな。転校しても元気でねって感じで、まあ、なんか白紙だなこれ。誰か書いてやれよ。まあうーって泣いちゃうばっかで、うわーって泣いてアハハって、もうサイコパスすぎん？こんなクラス嫌だな。あとこれやったことありそうな気すんな。わかんねえ。1年前だからな、最後にやったのが。結構前だから覚えてないの。でもやったことありそうな気すんなこれ。まあこれ白紙だから間違いってことだよね。そしたら答えが、転校しても元気でなと渡している色紙には何も書かれていない。さらに転校する彼が泣く姿を見てクラスメートは全員笑っている。つまり彼はクラス中からいじめられていたのだと。そんなクラス嫌だな。なんか転校してよかったんじゃねえか。っていうかこのセリフもなんか言ったことあんもん。そしたら次の問題が、女性の部屋は盗聴されていた可能性があります。それがわかるのはどこでしょうか。まあ、女性がなんか裸でただいまーって、まあ、裸じゃないや、下着だね。で電話機のなんか、大丈夫これ回線繋いでなくない？まあ、シーンってなって、まあ、なんだって言って、さあ寝ようって感じか。ね、受話器っていうかなんか、ここが外れてるのがおかしいんじゃなくて、まだシーンっていうとこがおかしいってことなのかな。でもそれ以外にだっておかしいところない。まあ、まあ、こいつが反乱になって寝るってことがおかしいのかな。別にこれ見て盗聴されてんじゃねえかなってのわかんないから、まあ、これが間違いじゃないかな。受話器を耳に当てた時、何も音が聞こえないのは通話状態になっていたから。発信前であれば、ブー。終話後であれば、ブーブーという音が聞こえるはずだと。ああ、まあ、確かに言われればそうかもしんないな。これは確かに意味がわかると怖い話っていうか気づかなかったな。ちょっと悔しいな。そしたら次の問題が、違和感があるのはどこでしょうかと。これは赤ちゃんのとこかな。病院はこの事実を隠蔽するため別の新生児を手配した。これでなんとか乗り切れそうね。こうクズ。クズだな。で、翌日になると、この子は私の子じゃないっていうわか。これ病院もクズパターンだけど、確か母親もクズパターンだよね。これは母親が実は子供を殺してて、まあ、病院側に罪をなすりつけようとしたってことだよね。そしたら母親は
一瞬で異変に気づき、疑うことなく私の子供じゃないと叫んだ。つまり母親は自分の子供が死んだことを知っていた。なぜならこの子供の命を奪ったのは母親だからだと。これはクズだね。母親もクズだし、病院もクズだし、登場人物赤ちゃん以外全員クズっていう、なんか珍しい怖い話だよね。さて次の問題が、なぜウェイターは突然奥さんの首を絞めたのでしょう。怖いな。今日は結婚記念日だ。そうだな、注文してみるかと。あの人と同じものをください。かしこまりましたと。それでなんかいきなり首絞めるばっか。怖いなこいつ。こいつも怖いけど、食ってるこいつも怖いな。これ奥さんと同じ肉食ってたってことだから、あの男も奥さんの肉食ってたのかな。そしたら解説が、隣の席の人が食べていた料理には人肉が使用されていた。旦那さんが隣の席の人と同じものを注文した途端に、ウェイターが奥さんの首を絞めたのは奥さんを食材として使用したため。すごい、ちゃんとなんか新鮮なうち用意するんだね。そこはこだわらなくていいな。別の人の人肉出してくんねえかな。それで奥さんを使おうってなるのはダメでしょ。お店側がちゃんとなんか素材用意しときなよ。さて次の問題が、明らかに矛盾しているところがあります。それはどこでしょうかと。肝試しとかマジでバカバカしいわと。ああ、いるわこんなクソガキ。まあ嘘でしょ。じゃあもしもの時は助けてねって言って、わーってやったら、うわーキャーって逃げるわっか。でマジでビビった、あれはずりーわと。余裕ぶってたくせに私の腕強く握りすぎじゃないと。いやこの状態で逃げれたらすごいけどね。どうやって掴んだんだこれだったら。まあこれは本当の幽霊がなんか掴んでたってことかな。男子生徒と女子生徒は逃げる時に手を繋いだり腕を組んだりはしていないと。まあしてたら俺が切れるからな。それなのに女子生徒の腕には強く握られたような跡が残っている。男子生徒以外に一緒にいた人はいないので、その跡をつけたのは誰だったんだろうかと。まああれじゃないかな、カップルに腹立った幽霊じゃねえかな。ほんとなんかこの問題アプリに出てくる幽霊ってちょっといたずらっ子だな。ちょっとなんかシャワーの水止めたり、ほんとしょうもない嫌がらせが多いな。そしたら次の問題が、ワニの池には帽子だけではなく子供も落ちてしまったようです。その証拠となるのはどこでしょうかと。まあとりあえず登らないって書いてある看板のところに、まあキッズたちがすごいなんか楽しそうにしてるわっか。まあ、落ちたら笑い事じゃ済まねえぞって。もうまあ確かに笑い事じゃ済まねえな。言わんこっちゃない、あんなところに落としたら取れねえぞって言って、まあそれでも取るのか。こいつもなかなかに行かれてるけど、まあこれはなんか帽子がちょっと動いてるってことがおかしいところなのかな。これはどこタッチしたいんだ。落ちたら笑い事じゃ済まねえぞで登らないってことかな。その証拠って何？子供をタッチするとか？え、なんでだ？柵の周りで遊んでる子供たちは全員帽子をかぶっている。つまり誰も帽子を、あ、確かに！そういうことか！これはやられたな。素直に池に帽子が落ちているということは、すでに子供が池に落ちた可能性が高い。あ、なるほどね。あー、確かに。言われたらそうかもしんない。これいいな。騙されたな、まんまと。面白いな。そして次の問題が、女性は呪われてしまいました。その理由がわかるのはどこでしょうかと。まずは目を閉じて、呪いをかけたい相手の顔を思い浮かべるのねと。で、目を閉じてよしと。お次は目を閉じてその相手が苦しむ姿を思い描くのねと。目開けちゃってんな。最後は目を開ければいいのねって感じで、まあ実は目開け、わかんないよ。この間にこの女性がもう苦しむ姿を思い描いた可能性もあるから、呪いかかってない可能性もあるからね。あとこれひどいよな、手順を間違えると自分に呪いがかかりますって。これもう悪意ありすぎだよね。しかし女性は相手の顔を思い浮かべた後目を開いてしまっていると。これ引っ掛けだな。呪い入門って書いてるけど、これ入門じゃないな、上級だな。絶対初心者はみんな引っ掛かるようにしてるじゃん。これ引っ掛かんないやついないでしょ。そしたら次の問題が、なぜ人身事故が起こらなくなったのでしょうかと。この駅ではまあよく人身事故が起きると。今日も混んでるなって言われて、まあ押されたわっか、これ怖いよね。で引かれて駅のホームに転落し死亡が判明しました。この事故の後この駅で人身事故は起こらなくなったってことは、まあこいつがなんかいろんな人を押してたってことなんじゃないかな。女性が死亡したと同時に人身事故が起こらなくなった。つまり頻発していた人身事故は死亡した女性が引き起こしていたものだったのだと。またなんか決めつけたね。そのなんか別の犯人が死んでたパターンもあるじゃん。最後にこの子に決めたって言ってもうやめた可能性もあるじゃん。決めつけるのも早くないか、毎回思うけど。それでなんか違ったらこの子もたまったもんじゃないけどね。そしたら次の問題が、違和感があるのはどこでしょうかと。まあ、ただいまって言ったら、どうしてこの鍵で開かないのよと。まあいいや、まあ良くないだろう。どう考えても良くなくないか。この女の人がストーカーパターンかな。まあいいやって、なんでまあいいやってなんだ。自分の部屋の鍵が開かなくなってまあいいやとなるのはおかしいと。そう、この女性はこの部屋の住人ではなく空き巣だったのだと。ああ、空き巣だったんだ。なんかストーカーかなーと思ったけど、ストーカーじゃないのか。ちょっとなんかやだな、空き巣はやだな。まあでもこの言い方だとストーカーだったらいいのかって言われると嫌だけどね。普通にストーカーも嫌だけどね。まあ、そしたら次の問題が、この時拓也はすでに死んでいました。それが分かるのはどこでしょうかと。まあ、女の子が馬乗りになって、まあ、死体の拓也くんと、これ死んでる人ですね。拓也くんは私のこと好き？俺は瞬きもせず彼女の顔を見つめていた。これやっ
ったことなかったっけな。まあこれはなんかいろいろしたいってことじゃなくて、もうお前は死んでるぜってことなんだよね。これは死体っていう漢字の方だね。彼女は死体の拓也くんと言っている。これは彼女が死体のではなく死体という意味だ。拓也が瞬きもせず彼女を見つめていたのは死んでいるからだったと。いやなかなかに結構ヤンデレでいいよね。まあ死体でも全然なんか照れてるから、ちょっとなんかナイスボートの匂いがすんな。まあそしたら次の問題が、なぜ目の前が回ったのでしょうかと。おっとなんか問題が変わったな。なんか今までの絵柄と変わっちまったな。4コマだけど長くなっちまったなこれ。あ、最後にやるか。まあ、電話で夜中に電話がかかってきた。首はいりますか。動物なんて飼ってない俺は断った、いりませんと。電話を切った後目の前が回ったってことだよね。まあ、これ首輪ってなんかね、首につける首輪のことじゃなくて、まあ、首につける首輪ってなんかバカっぽいな。まあ、なんかそういうアクセサリーじゃなくて、まあ、男の首のことを、まあ、いりますかって聞いたわけだよね。そしたら最後が、首輪いりますかではなく、まあ、首輪いりますかという意味で聞いたと。まあ、これなんか引っ掛けっていうか、ひどいよね。なんだったら夜中に首輪いりますかって聞いてくる時点でおかしいけどな。